ゴールデンウィーク期間中のある日、松山市のラーメン居酒屋風早一夜の厨房です。ランチの後の休憩時間中なんですが、店長とスタッフが盛んに料理を作っていました。こういうことになってね、なかなかお客さんも来てくれん状態なんですけどね。この店では新型コロナによる外出自粛などの影響で売上は普段の4割ほどに激減。今はこの状況を何とかしのごうとテイクアウト用のメニューに力を入れています。先ほどの餃子や鉄板料理もそのテイクアウト用だったんです。とそこにやってきたのは、こんにちは、お邪魔コツです。地元のタクシー会社の運転手。出来たての料理をタクシーに積み込みます。お願いします。遡ること3日、風早一夜に北条地区の飲食店経営者らが集まっていました。新型コロナによる苦境を地元飲食店が手を組んで打開しようと作戦会議を開いていたのです。宅配を紹介って言って、はい、で新事業で協力金が1事業で社に20万ずつ降りるんですよ。せんわけにはいかんよなって。何もせんわけにいかんじゃないですか、やっぱり。もうせんかったら収入もゼロで。議題に上っていたのはタクシー会社にテイクアウト料理の配達を委託するというもの。国が新型コロナによる特例措置として期間限定ではありますが、タクシーが食料品などを宅配できるようにしたのです。さらにこのタクシーによる宅配サービスには愛媛版協力金も支給される見込みです。料理の配達を依頼するのは地元のタクシー会社北条阿波井交通です。何本ぐらいで行きましょうか。この事業を始めるにあたって配達料を決めなければなりません。あんまり高かったら田舎やから呼ばんよと、使わんよと。ほたらいくらや言ったら、ワンコインぐらいが限界やないのと、500円ね。一応そのグループに補助金が20万下りるんやったら、うん、それを利用して無料でもええんじゃないかなと、うん、お客さんにも負担がない、うん、店も負担がない、うん、淡井さんにも負担がないように、そのグループをのお金を使うということで、愛媛版協力金。新たなビジネスに取り組む場合、1事業者あたり20万円が給付されます。さらにグループを作って新事業に取り組むと、そのグループ自体にも20万円が支給されるのです。協議の結果、当面配達料にはこのグループへの給付金を充てることにしました。注文した人は料理代以外実質無料で宅配サービスが受けられます。この新事業に参加したのは8つの飲食店とタクシー会社の合わせて9つの事業者。参加店舗や料理のメニューはインスタグラムなどで発信されています。ところで飲食業を取り巻く環境は、新型コロナの流行が始まるより前、去年10月以降大きく変化しています。消費税が上がることによってレジを買えんといかんなった状況、リースを組まんといかんなった状況がある。で最低賃金が上がって人件費が上がった。でコロナが来て売上が激減した中で、4月の1日から受動喫煙法でまた喫煙ルームとかそういう設備をせんといかんと、もうダブルパンチじゃないし4つぐらいパンチが飲食店には一気に来てる状況。
ただですら大きな変化に翻弄されていた飲食業界に新型コロナが追い打ちをかけたのです。今月4日タクシーによる宅配サービス事業に参加するうちの3店舗に初めて注文が入りました。江戸時代創業、北条鯛めしの名店太田屋。コロナの影響が出て以降、売り上げは減り続け、今は普段の1割ほどしかありません。まあ、従来鯛めしだけの持ち帰り等は やってたんですけど、あとそれにちょっとまあおかずなんかも入れたりして鯛めし入りのお弁当ということでやり始めましたですね。この日のタクシー宅配にはお弁当の注文が7個入りました。今回のタクシー宅配は1件につき2000円以上の注文から受け付けます。普段は地元客でにぎわう居酒屋富屋鑑賞場。今日が初めてやからどんなんかまだわからないんですけど、このままね皆さんに浸透していって注文が増えていくことを期待して待ってます。唐揚げや焼きそばなど店の名物メニューをタクシーに乗せました。そして風早一夜、餃子、焼き鳥などの注文を受けました。タクシー会社では飲食店から事前に送られてくる注文表をもとに配達先を調べます。配達地域は旧北条市内限定。普段走り慣れてるところなんで大丈夫です。タクシー宅配のシステムです。タクシーは昼食と夕食の時間に合わせて1時間に1便を基本に各飲食店を回り料理を回収します。この際タクシー会社側が飲食店に対し料理の代金を立て替え払いしておき、タクシー会社は商品を渡す際注文主から料理の代金を受け取る仕組みです。こんにちは、本社ライポーツです。タクシー業界にとっても新型コロナの影響で利用者の数が大きく落ち込む中、この新事業に期待を寄せています。やっぱり人を運ぶんと商品運ぶんちょっと違いますね。初めてやけど緊張しますね。こんにちは、タクシーデリバリーです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。外出自粛の中でもプロの味を、しかも配達料無料で自宅で楽しめる、このタクシー宅配サービスは飲食店やタクシー会社だけでなくお客さんにも大きなメリットがあるようです。外食もできないんで、まあ店の味を家で楽しめるっていうことを聞いて、まあ、一応注文させてもらいました。そうですね、もう今後もやっていただけたらもう週末はこれでいっぱいやれるかなと思います。しばらくはやっぱりこういう形が続くと思うんで、飲食店もやっぱり僕らもみんな力を合わせて、まあ、全力でやれることはやっぱり全部やろうかなっていうふうに思います。飲食業全体が厳しい環境に置かれる中、新型コロナの収束後も見据えた新たなビジネスモデルにしたい。渡辺さん、タクシー宅配に期待を膨らませます。